疲れ様です。お疲れ様です。すいませんけども今日またスケール練習をね、はい、またっていうか初めてかもしれないですけどやろうかなと思いましてですね、はい、皆さんちょっともうこの時期ぐらいになるとね、はい、あの練習のマンネリが出てくるかもしれないですけど、おちょっと今日はね、はい、スケールを活用した、はい、独自に応用していけるやつをやろうかなと思いましてですね、おでちょっと今回題材となるスケールが、はい、あの C メジャースケール、はい、こういうやつですよね。こういう形がありましてですね、はい、ちょっと表を今出しますけど、はい、でこの練習をあのただ単にこう、まあ、上から下とか、はい、下から上っていくのだけではちょっと飽きるじゃないですか、はい、かつもっとなんかないんかってなるじゃないですか、はい、でここでなんかちょっと本買ったりとかして見てたら、はい、気にないとお金もかかるわけですよ。いろんな練習法を見て、まあそれも大事なんですけど、この形を使って独自になんか作れたら便利だと思わないですか、自分で。ああ練習を、ね、練習方法、はい、なんかね、でこう僕がちょっとアイデアをねお伝えできるとするならば、はい、この形をなんか基準に、はい、弾くパターンを変えてみると、はあ、今はこう上からいってるだけなんですけど、ええ、まあ単純に一つ目のパターンとしたらこう飛んじゃうみたいな、今これ1個飛ばして弾いてるんですよね。まず6弦弾いて次4弦で5弦で3弦みたいで4弦2弦で3弦1弦でこの調子で戻っていくと、へこれなんかスキッピングっていうものになるんですけど、まあちょっと難しい方がこう振る、ね、技術が上がったり、はいはい、運指のレベルが上がったりとかするので、はい、まあ、ちょっと形はそのままで1個飛ばしてまずやってみるとか、おでちょっとできたらもう2個飛ばしてみるみたいな、おでこれでも簡単に応用できるじゃないですか、はい、ただ形そのままでまず飛ばしてみるとかね、おで、次にやるのが音をくくるっていう4つ区切り、こんな感じ、今4つで区切ってるんですよ、はい、タタタタ、でこのフレーズとかってよくあるんですよね、4つ区切りとかなので、まあちょっとまあフレーズ練習のような、はい、まあ、基礎練でもあり、まあ、こんな感じでやる、まず4つ区切りってもありますし、で2個とかあります。こんな感じで今2個で弾いてます。弾いてる形はまんまなんですけど区切り方が違うのでフレーズの聞かれ方がなんか聞こえ方が全く変わるというか、そうですね、で戻りとかね、でこうやってね無限にあるんですよ、もう組み替え次第ね、今って同じ形でやってるじゃないですか、ね、スケールっていっぱい形あるので、はい、もうこう様々なスケールで今のが使えるんですよね、弦飛ばしね、音の区切り変えるとか、でもう練習多すぎて、はい、あマンネリしたとかと思ってた自分が、はい、いやありすぎるやんみたいになるんですよ、おそこでね、たまりませんわみたいになるんで、おもう逆にやる気が出るみたいな、ゾクゾクするみたいな。ほう今日感心してますね、なんかすみません、なんか、いやいや、ありがとうございます。でもよく考えたら、はい、ピアノでもハノン、ね、あ、はい、あの教則本が指の動きを練習する本あるんですけど、それによく似てるなーって一緒やと思いますよ。やっぱりそうなんですね。なんかあの要はこれ何してるかっていうと、はい、やっぱりそのさまざまな形をやって、はい、こうなんかこうなんですかね、キャパシティというか指のね、まあ、そうです、なんかあのいろんなフレーズ弾かないとダメじゃないですか、なんかこうアドリブするなり、でその時になんか1個のフレーズばっかりやってなかなか対応できないので、はい、ちょっとまあ基礎練としていろんなものやって、なんかそれに対応できる能力をまあつけておく、準備しておくみたいな、これいいこと言いました、ねえ、
はい。まあ、こんな感じで、発展とかも無限にできるんですよね。おで、これ、まあ、今、1個のスケールでやってますけど、他のやつやったり、あとは、もう、組み合わせて、さまざまな形で飛んでいったりとか、はい、でそういうものが、自分のフレーズ作りとかに、役立ったりするので、はい、もう、ちょっと頭を回転させてですね、本とか載ってるのを丸々やるっていうのもいいんですけど、ちょっと、まあ、飛び出して、まあ、応用してみる。まあ、友達と情報交換して お前のすごい練習フレーズ見せてみろみたいな、それでもう縛り合いして、ほうほう、もう鍛えられてもうレベルアップしていくのが僕はいいんじゃないかと思いますんで、次回もねスケール活用練習は僕いっぱいやってるんで、なんかこう伝えればいいなと思いますんでね、まあ、今後ともね、ぜひお願いしますよ。それは10万人目指してますんで、チャンネル登録数、いやいやね、行きましょうよね、行きましょうよね、よろしくお願いします、お願いします。Hey boy! Yeah, come on! Uh-huh. やっていくぜ俺たちのチャンネル登録お願いします。言ってたんだ、うちの親父が。